はい、どうも、酒好きな、元新潟人の飲酒動画です。今回は、こちら、宝酒造の新しいのが出ました。強烈塩レモンサイダー割り。これ本当に、新しいのかなの覚えてないんだけど、なんか、このさ、強烈なんとかかんとかサイダー割りっていうのがさ、多すぎてさ、さっぱりわかんねえんだよ。もう飲んだのか飲んでないのか、わけわからない。とりあえず買ってみた。宝焼酎ハイボール史上最強の炭酸。アルコール度数が 7% で、無果汁。プリン体ゼロ、糖質ゼロ、甘味料ゼロ。原材料が、焼酎括弧国内製造と、レモンエキスと食塩と、糖類と酸味料と香料と、カラメル色素と、ヘスペリジン。聞いたことねえな。ということです。飲んでないのかな？記憶にないね。何が発売されてる？最近あとはあれもあるんだよ。宝焼酎の、なんだったっけな、樽熟成焼酎ハイボール？あれがなんかまた、風貌が変わったんですよね。見た目が変わったんですよ。よっと。今日のつまみはこちら、ポテトチップスの海苔塩。それでは皆さん、カッピー。あ、ほとんど甘くないね、これね。うん。うん。これ甘くないわ。かなり甘さ、抑えられてますね。ものすごく。うん。一応糖類は入ってんだけど、全然ほとんど甘くないです。で、レモン、塩の味もほぼしないですね。宝酒造と。ほとんどあれだな。塩の味もしないんだけど。ん？しょっぱいかって言われると全然しょっぱくはないんですけど。うん。なんだろう。炭酸はまあ強い、うん、とは思う。まあでもやっぱ、まあ美味しいですね。うん。まあ個人的にはこの塩が味しないだけ、だからちょっと、ただのレモンサイダー割的なね。レモンとサイダーの風味がする。あ！え、なにこれ？新しいの出てるっぽいぞ。焼酎ハイボールに限定生産の大衆酒場の梅割りが新登場だって。嘘！ 3 月の26日より全国で新発売。やった！これ買わないといけない。来た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 。来た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 。これまだ俺あるからね、普通に。これ梅割り、ここあるからね、これね。これ天馬の梅で作ったあれですよ。いわゆる梅割りですよ、梅割り。へぇー、こんなん出たんだ。出るんだ。3月26日だから、あと4日。うん。へぇー。これちょっと、あれだな、気になるな。絶対、これは飲むべきだな。梅干し割りっていうのもあるんですよね。梅干し割りっていうのはもうあるんですけど、これ梅干しじゃないんですよね。うん、この梅割りっていうのはこれ、梅の味しねえから、酸っぱくもないんですよ。
酸っぱくもないんだよね。だから梅の味するかって言われたら、しないんだ。天馬の梅っていう、まあ、有名なね。まあ、ものですけど。強烈塩レモンサイダー割り。これもあれなのかな？通年販売なの？あ、これこれ。樽が香る焼酎ハイボール。3月12日に新発売。これまた名前変わったよ。3回目じゃない。じゃあ2回目か。いや、3回目か。これまた俺、買わなきゃいけない。これ何回も買ってんだよ、これ。なんか3回ぐらい名前変わったよね。この1年間ぐらいでね。なんか違うのかな？見た感じ、全部同じような感じするんだけど。樽が香る焼酎ハイボールのプレミアム、アルコール度数 7% のやつと、樽が香る焼酎ハイボールのレモン、プレミアム。のアルコール度数 7%。んで、もう一つ、濃いめの 9%。アルコール度数 9%。まあ、これの3種類ですね。また変わったんだよな。また変わったのか。まあまあ、買うんですけどね。まあ買うんですけどね。なんかあるんかな？なんかあれがあるんかな？名前もう3回も変わってんの？ 2 回も変わってんだよ。最初出たやつ。で、その次にまた新しいやつ出て、名前だけ変更したみたいなやつ。で、また今回またこれですよ。これどういうことなの？なんかあるんかな？なんでこの名前をコロコロ変えるのかがちょっと意味がわからない。樽でじっくり寝かせた樽貯蔵熟成酒。が、うまさの秘訣。樽貯蔵熟成酒ならではの、深い香り、コクと、焼酎ならではの食事に合うすっきりとした味わいを合わせ持った強炭酸で切れ味爽快な、焼酎ベースのハイボールです。絶対これ中身変わってんだろうな。100%。ここまでコロコロね、名前変わるってことは、何かある。これ何かあるな。絶対。あ、これ、あれなんか、BS の TBS で、この宝の、焼酎ハイボールの、を取り扱ってるその番組があるみたいですね。まあ、BS だから、あれか。まあ、大体そもそも俺テレビないから、
見れないんだけどね。あ、ほら。あれだよ。女酒場放浪記みたいな感じ。まあ、あったんだけどな。女酒場放浪記っていうの番組がすげえ好きだったんだけど。なんだっけ。あの変なおっさん、60歳ぐらいのおっさんのさ、酒場放浪記みたいなのあったっしょ。あれ見てて何にも面白くないですよ。うん。なんでお前、男のさ、おっさんがさ、飲むさ、酒のさ、その番組みたいなの？なんでそんなの見なきゃいけねえって話。うん。まあ、俺もおっさんだけどさ。何も面白くないね。うん。まあ、それ言ったらもうこの放送自体、この動画自体は意味ないんですけど。うん。もう自分で自分の首を絞めてっていうね。毎週土曜日の夜6時から6時半まで30分。夕焼け酒場。なんて読むの？夕焼け酒場っていう番組があるみたい。浅草。うん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 。こういうのあるんですよね。東京来てからね。初めて。初めて知るんだけど。新潟だとこんな、いわゆるさ、新潟の場所でなんかするみたいな番組ってほとんどなかったんですよ。東京とか大阪は結構あるんですよね。地域密着型。大阪のどこどこ行ってなんかしたみたいなのとか、いわゆるもやもやサマーズとかね。まあ、東京も同じようなやつ。結構あったし。台東区の、千代の家。千代の家。世田谷区雑魚屋。うん。あれ、マジで、あれ、どこ行った？女酒場放浪記って、あれ、終わったんですかね、あれ。女酒場放浪記って終わったの？これ。BS。こっちも BS の TBS でやってるわ。あ、まだこれやってたんだ。俺、最近までずーっと酒がほとんど飲んでなくて気分が悪くてさ。酒飲んでなかったら半年ぐらいも飲んでなかったんですよ、ほとんど。そうそう、この番組すげー好きなんだよ、俺。女酒場放浪記っていうのが一番好きなんだよね。で、この倉本靖子さんっていうのがすんごい好きで、この美人の酒飲みね。すげえこの人好きなんですけど。うわぁ。うわ、これ見たいわ。多分あれだ、どっかに上がってんだろ。YouTube とかであれ上がってんだろ、どうせ。今度それ見ながら飲もう。あれもやっぱあれだな。ポテトチップはうまいわ。海苔塩。しかも小池屋の海苔塩に限る。そう、吉田類。
吉田類の酒場放浪記っていうやつが、これも、BS の TBS ですね。こんなおっさんが飲んでるあのやつ見ても何にも面白くない。うん。未だにやってんだな、これな。東京都文京区。大体東京都の、ね、飲むみたいな。ね、北赤羽。うん、これすげえ好きなんだよ。で、その中でも一番この、6人いるんですよね。うん。このさ、酒場放浪記の、まあ、飲む人が、その、多分、交代交代で、6人いる中で、多分、交代交代にこう、ね、飲むみたいな番組なんですけど、ぶっちゃけ、倉本康子さん以外、まあ、言っちゃったらもう、あんまり、うん。あんまり、好きじゃないっていうか、ブサイクな、ブサイクって言っちゃあれなんですけど、ブサイクなんで、あんまり、見たくないんですよ。あと、やっぱ、倉本康子さんは、ものすごい明るい人間なんで、飲んでて普通に、幸せそうに飲むんだよね。簡単に言うと、すっげーうまそうに飲むんだよ。この人は、本当に、根っからのもう、酒好きで、ビールですね、基本。うん、基本的にこの人ビールしか飲まないな。大体。うん。やっぱあれだね。モデルだから、この人、倉本康子さん、モデルだからさ。あれなんだよ。まあでも、この、焼酎ハイボールの、夕焼け酒場っていうのも、ちょっと気にはなるんで、ぶくましときましょう。あ、すっげえよ、これ。東京都。え？むちゃくちゃ東京都のあらかた飲んでるじゃん、ここ、これ。え、すっげえ。俺の、行ける範囲、チャリで行ける範囲にもある。葛飾区。へぇー。葛飾区も3軒あるわ。はぁ、あ。でも結局さ、こういうのってさ、動画とかで撮ると、YouTube に上げるとね、あれなんですよ。前もあったけど、店内の BGM を拾って、結局のところ、なんか無音にされたりとかするんですよね。ね、ジャスラックのせいで。
ジャスラックのせいで、クソみたいな、ねえ。うん。仕打ちを受けるんだよね。いや、あと当然のごとく、その、動画撮ってたりすると、他のお客様の迷惑になりますからやめてくださいとか、まあ言われるんですよ。うん。甘み一味もないと。香り、うん。これそんなに美味しいと思えないな、これ。そこまで美味しいとは思わないですね、これね。はい。2143。ということで、何日？25日ぐらいだっけ？ 28 日だっけ？宝酒造のこの梅割り。あれ、どこ行った？大衆酒場の梅割り。これは、これ絶対買おう。3月の26日。今22日だから、あと4日です。うん。ということでご視聴ありがとうございました。